久保さん展開力ね。まああの、ああいう感じで書いていただけると非常に分かりやすいんじゃないかなとは思いますけど、まあ展開力も大事ですし、受信力も大事ですし、まああとはまあ、行動力ですね。まあ1点突破にしましょうか。なんかね、あ、1点突破というか、ちょっとあ,あれの話題にしましょうか。あの、元 SMAP の、あの、 方がちょっと調べます。あの、バイクレースで事故して2年ぶりに復帰して1位取ってね、なんかニュースで出てたんですけど、すごいですね。うん。ね、SMAP でアイドルデビューしてすぐ脱退してね、バイクやりたいっつってね。で、1位取ってね。で、なんか1位取ったときもう早いですね。なんかあの、結構その下積みがあって、ようやく1位取れましたってなって、 でそれでバイクだ、事故ったのかなまあ僕バイクのレースそんな詳しくないんですけども、ただ優勝した時は結構ニュースでね、おめでとうみたいな感じでなんかぶわーって世間がね、ついに1位取れたみたいな、なんかそういう感じで盛り上がっるような気がするんだけども、あの、事故でね。で、また復帰して1位取るっていうね。まあちょっと動画見たんですけど、独走っすね。抜いたあと独走で1位ですげえなと思ったんですけど。 だからまあ、すごくないですかアイドルが転身してね。まあ、久保さんもマージャン店のおっさんから転身して、広島のネットビジネス界で、広島ではナンバーワンじゃないですか。ね、ナンバーワンじゃないか分かんないけどナンバーワンっていうね。先にナンバーワンっていうね、称号ね。広島ナンバーワンの即塾です、みたいな。<laughs> <laughs> そう。だからまあ、久保さんもね、転身して広島でナンバーワンになったと思いますけど、 やっぱ一点突破ですね言ってらっしゃい